總持寺駅は大阪府茨木市総持寺駅前町にある阪急電鉄京都本線の駅。駅番号は HK-70。外壁リフォーム前の西口、阪急京都本線の前身である新京阪鉄道が1928年に大阪から京都に至る路線を敷いた際には当駅は設けられず、後に新京阪鉄道を合併した京阪電気鉄道によって1936年に開設された。京阪による総持寺前住宅地の分譲に合わせて新設された駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。傾斜面上にあるため、ホームの淡路よりは、森土上にある。改札口はホームよりも、下層、上りホームの淡路寄りにある。下りホーム側にも、改札口はあるが自動券売機は設置されていない。西改札と、上りホーム、東側地上部と、下りホーム上の東改札をそれぞれ連絡する。エレベーターが設置されている。また、上りホームには多機能トイレが併設されている。2016年12月5日に、下りホーム上にスタンド形式のコーヒー店、ネスカフェスタンドが開業した。実際には構内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、河原町方面が1号線。大阪梅田方面が2号線と表示されている。2019年度のある特定日における1日の乗降人員は 16,634 人である。近年の特定日における1日の乗車、乗降人員数は下表の通り。駅前は南東側は商店街で、その先には総持寺団地がある。駅の北側は閑静な住宅地であり、その先に総持寺がある。北西側にはかつてはフジテックの本社があり、赤と白のエレベーター試験灯が見え、遠くからも方向を示すランドマークになっていたが、2006年3月31日限りで本社は滋賀県彦根市に移転した。移転後はフジテックの研修施設が残り、試験灯は2008年9月下旬から同年12月末にかけて解体された。研修施設も本社に移転し、アフターマーケットの拠点となるビッグフィットが新たに設けられた。フジテック旧本社跡地は東海道本線沿いにあることから、西日本旅客鉄道はこの地に JR 総持寺駅を新設することを計画。2018年3月17日に開業した。またこれと並行して周辺地区の整備やマンション3棟の建設なども進められている。ありがとうございます。